はいどうもくまさんです。今日のニュースは世界で一番アホニュースいきますね。これですね、これ静岡放送と静岡の新聞社がですね、なんとですね、皆さんに公式に謝罪をしたみたいです。申し訳ありません、ごめんなさいということでですね、静岡放送と静岡新聞社謝罪をしたようなんですが、一体なぜ謝罪をしたんでしょうか。はい、これはですね、なんとですね、静岡放送のですね、社長がですね、自分ところのアナウンサーとダブルフリーをすると、ダブルフリーをしたところをですね、なんとフライデーさんにすっぱ抜かれてですね、そのフライデーさんがすっぱ抜いたですね、皆さん、社長さんと、あなた不倫してるんですかってこう突っ込んでいくじゃないですか。そしたらですね、アホみたいな回答を言うと、なんかわけわからん回答を言っちゃって、それが大炎上してですね、世間が大騒ぎになってですね、これでですね、なんとね、社長が謝るのではなくて、なんと静岡放送と静岡新聞社というですね、会社が謝るというですね、とんでもない事態に発展したというですね、アホみたいなニュースなんですよ。でもね、ちょっと面白すぎてね、熊さんね、このニュースね、昨日から知ってたんですよ、これ。これね、昨日のね、夕方くらいに配信されたニュースで、これね、静岡放送のですね、社長とですね、我がとこのね、あれですよ、女子アナがですね、ダブル不倫をすると。そして、ダブル不倫中にですね、社長がですね、この、あれですよ、50歳超えた社長とですね、40歳を超えたアナウンサーのね、もう熟年不倫カップルの話なんかどうでもいいじゃねえかとか思うんだけど、この50を超えたですね、社長がですね、40を超えた女子アナの頭をですね、ポンポンするとかですね、そういう若干気持ちの悪い記事がですね、昨日載っておりまして、私これね、もう面白すぎるから、動画にしてやろうと思って、熊さんこれ撮ったんですよ。動画実は。でも、流してないでしょ。これね、なんとね、マイクが不調でですね、声が収録できてなかったんですよ。これはですね、どうしようかなと思ったら、撮り直そうかなと思ったんだけど、まあ一応同じような業界出身だしな、熊さんもね。で、この社長ですね、電通出身らしいんですよ。もうね、広告代理店出身の人間、ろくなやついないでしょ。まあ僕もそうだけど、熊さん、だから、広告代理店とかマスコミ出身の奴らはね、もうめちゃくちゃですよと、もう女しか言ってませんからね、とか前から言ってたでしょ。ほーらご覧。ね。そうでしょ、僕の言ってた通りでしょ。ね、これが、もう面白かったんだけど、まあ一応同じ業界出身だし、まあマイクも壊れていましたし、もう武士の情けで動画作るのやめとくかつって、もうやめておいたんですよ、昨日ね。しかしですね、目が覚めてみたら、世間は大騒ぎ。そしてですね、静岡放送と静岡新聞社がですね、うちの社長が不倫してアホなコメントして、ごめんなさいって謝っていると。もう面白すぎると思ったんでですね、もう動画にしちゃう。もう武士の情けなしということですね。本日この動画を収録するに至ったわけでございます。でですね、この記事ですね、まあ読んでいくんだけれども、まあ概要ですね、さっき言った通りなんですよ。で、まあその社長の受け答えも面白かったんだけどね。でね、これね、マスコミさんね、これね、しょうもないアホみたいなネタなんだけども、さすがフライデーさんだよね。熊さんがですね、熊さんの将来の夢はですね、フライデーの記者が、週刊文春の記者になってですね、有名人にぶっ込んでいくっていうのが熊さんの将来の夢なんですけれども、さすがフライデーね、もうしょうもないクソネタをですね、笑えるネタに変えてですね、日本のね、市民をですね、巻き込んでですね、大騒ぎするというですね、まあこういう形なんだけど、地方のテレビ局って大体こんな感じよ。静岡放送だけじゃないよ。別に静岡放送かばうつもりはないからね。みんな最低っていう話、みんなクズっていう話、なんかアウトレイジみたいなんですね。全員悪党じゃない、全員ゴミクズっていうですね。地方のテレビ局って大体こんな感じなんですよ。地方のテレビ局のね、大体取締役以上のね、50以上のおっちゃんとですね、あと地元のアナウンサーの子ってね、結構できてるっていうのはね、間違いないんですよ。全員じゃないんだけれども、なんかね、向上心が強いというか、まあ、偉くなりたいとか、人脈が欲しいとか思ってるアナウンサーはですね、大体ですね、自分とこのですね、偉いおっちゃんとできてます。できてる。僕が知ってる限り、一番年の差がすごかったのはね、当時で言うと、もう退職された方なんだけどね、56歳の常務と、あと、27歳かな。27歳の自分ところのアナウンサーができてました。で、このアナウンサーさんはですね、30になる前に退職して、フリーのアナウンサーになりましたね。確か東京が大阪がいて、今もね、これやってるはずなんですよね。フリーとして。まあ、そんな感じでですね、自分ところの、もう多分皆さん知ってますよね、おそらくね。地方に住んでいて、で、夜の飲み屋をですね、飲み歩いてるようなタイプの方々であればですね、皆さん結構知ってると思うんだけど、大体ですね、テレビ局とか新聞社の偉い人と、あとね、女子アナウンサーっていうのは大体できていると。で、女子アナウンサーはですね、別にあれなんですよ、自分のところの社長とか副社長とかね、常務とかとだけ付き合うわけではなくて、地元のですね、そこそこ大手の企業のですね、社長さんとできちゃったりであるとか、あと、スポーツ選手とできちゃってね、病気を移されるとね、その病気が、あいつ、あの先生で病気うつらそうらしいぜと、田舎なんでね、ちっちゃい、ね、ちっちゃい、世間がちっちゃいんで、だいたいこういうね、噂広まっちゃうんですよ。そしてですね、退職を余儀なくされると、病気をうつされて、もう結構お笑い物にされてですね、退職を余儀なくされた、なんていう例もクマさん知ってます。でね、その方ですね、これ言っちゃったらクマさんも正体バレるな。バレない程度で話そうか。ですね、このね、病気をうつされたですね、アナウンサーの方ですね、日本国民であればですね、結構知ってる、大体の方が知ってるレベルの超有名な方とですね、結婚しました。結婚したんだよそうだよ、病気をうつされたですね、あんな有名人と結婚しやがったんだよ。そういうことがね、いっぱいある状態。だからね、今ですね、フライデーの皆さん、あと週刊文春の皆さん、これね、ほら、静岡放送ってさ、ほら、全然キー局な、準キーだから結構大きなところではあるんだけど、準キー局なんですよね。TBS とかですね、日テレがね、キー局で呼ばれる、まさに大手。で、その次はもう地方局になっていくんだけれども、地方の中でもですね、力を持っている局はですね、準キー局と呼ばれるんですよ。で、この静岡放送は準キー局なんです。例えばアナウンサーになりたいっていう女の子はですね、だいたいキー局から受けていくんですよ。TBS 落ちた、フジテレビ落ちた、もうキー局全部落ちたってなったらですね、次は地方の準キー局に行くんですよ。で、準キー局、もう落ちたってなったらですね、そしたらもう本当にど田舎のですね、テレビ局にこうやっていくと。だから、地方のね、局とはいえ、アナウンサーさんはですね、だいたい東京出身とか大阪出身なんだよね。地元出身の人ってね、あんまりいないんですよ。うん。もう東京のですね、もう自意識高いわよ系女子がですね、ゴリゴリにですね、もうキー局からこう順々にね、アナウンサーの試験を受けていって、そしてまあ、地方にもまあ、東京の子たちが集まってくるみたいな状況なんだよね。だからね、地元の人と恋をしないんだよね。うん。自分のところのね、偉いおっちゃんたちと恋をするということが非常に多いっていうのはあるんだけど、これね、フライデーさん、文春さん、ね、静岡みたいなですね、一応まあ、準キーとは地方局のですね、社長と、アナウンサーの不倫がですね、これほど大きな話題になるんですよ。ね。で、この手の話題ってさ、いっぱいあるじゃん。俺レベルですら、たくさん知ってるぜ。もう、名前と顔もわかるし、なんなら私、その席に同席したこともあります同席もしました。はい。ラウンジにね、連れてかれてですね、肩組んで、コマさんの目の前で、アナウンサーとですね、その時は社長だったんだけど、ある社長の方がですね、肩をこう組んでました。僕レベルで知ってるんだから、フライデーさんとか週刊文春さんさ、知ってるでしょ。で、地方のですね、それなりに力のある方の話を聞いたら、絶対出てきますから。絶対出てくるから。だからね、これ、今、地方のですね、テレビ局周りをやって、地方放送局のですね、不倫の実態、霜がゆるゆるというこう実態をですね、暴いていくという企画どうでしょうか、フライデーさん。これやって、もう北海道から沖縄までですね、これやっていただけませんかね。これは面白いと思うぜ。俺面白いと思うぜ。でね、何が今回面白かったかっていうと、このね、静岡放送のね、社長のですね、受け答えが面白かったの。受け答えは普通ね、あんた不倫してるんですかって突っ込まれたらですね、いや、お答えしませんとかですね、いや、私はそういう話はいたしませんっていうのが普通じゃないですか。そういう普通じゃない。でもね、この社長ですね、突っ込まれてですね、あんた不倫してるんですかって言われたら、わしは他の女とも遊んどるとか言ってるんですよ。お前何言ってんだお前ずっと何を言ってるんだと。いや、わしは特定の女としか遊べないなんて風に思われたらですね、まるで私がモテない男のように、ね、見えてしまうではないか。わしはこの女だけではない。他の女とも遊んでるって言ったんですよ。どうよこれ。ね、これがですね、マスコミという特殊なですね、世界で育った人間の常識なんです。このね、特殊な世界で育ったわけのわからんやばい常識が、ね、一般国民の目にさらされると、こうやって大騒ぎになるんです。ね。だからさ、フライデーさん。静岡放送だけではないですよ。他にもいっぱいありますよ。めちゃくちゃありますよ。俺レベルで知ってるんですからね。もうね、聞き込みいっぱいしたらね、いっぱいあるよ。俺やってやろうかしら。私がやってやろうかしら。いや、この程度のネタでですね、これほどコメント6000件超えてるんだよ。そして、テレビ局が謝っちゃったんだよ。こんな事件になるんだよ。私、個人的にやってやろうかしら。この事件結構強いからね、僕結構、政治のことはあんまりよくわかんないくせにやってんだけど。でも、俺こっちの方に関しては、おそらく結構強いからね、やってやろうかしら、これさんと手を組んでやってやろうかしら、まあいいや、というわけでですね、このアホなニュース、はい、なぜかですね、地方のテレビ局に焦点が当たって、それが全国ニュースになってしまう。内容はですね、ダブル不倫と、熟年カップルのダブル不倫という話、ちょっと面白いので読んでいきましょう。いきますね。静岡新聞社、静岡放送が謝罪、社長と女性アナウンサーの不倫疑惑報道、コンプライアンス不十分、いや、コンプライアンスじゃねえんだよ。一般常識がないっていう話なんだけどね。で、静岡新聞社と静岡放送は5日、大石社長51歳と同局の原田綾子アナウンサーが同日発売の週刊誌フライデーでダブル不倫疑惑を報じられた件に関し、公式サイトで謝罪した。いや、もう公式に謝罪しちゃいました。はい、社としてのコンプライアンスの取り組みが不十分であったことを厳粛に受け止め、今後このようなことが二度と発生しないよう一丸となって取り組んでまいりますと言ったらしいんですが、コンプライアンスとかそういう大げさな話じゃないんだよ。一般的な常識がないというお話でございます。なんで不倫疑惑をコンプライアンスのから、もうバカでしょ。うん。で、この内容っていうのが、何かというと、これ昨日の記事、これまさにこの記事、はい、世界中をですね、日本中をですね、大騒ぎのね、ルツボとかざしたこのニュース、これ読んでいきます。めっちゃ面白いよ。めっちゃ面白いよ。いきますよ。テレビ局社長と女子アナダブル不倫。手を繋いで密会をマンションへということで、はい、夜の歓楽街を寄り添って歩くカップル。女性がしなだれかかったり、互いに手を握ったりと、ラブラブだ。うん、興奮してきた。はい、月日を重ねてもスキンシップを忘れない熟年夫婦かと思いきや、さにあらず。彼らは地元では有名人だという。そうなんですよ。一応ね、地元、地方のアナウンサーとかね、社長っていうのは結構ね、地元の有名人なんですよ。これ写真見てもわかるんだけど、これマスクしてるでしょ。でもね、地元だとね、この程度のマスクだと絶対正体バレます。で、ご本人たちもわかってるんです。地方だから、フライデーとかね、文春にね、突撃されたりすることはないって油断をして、もうね、これね、ほんと地元の人が見たらね、社長さんとかですね、アナウンサーだって分かるレベルなんですよ、この顔の隠し方。うん。でしょ？そうだよね。うん。だからね、地方ではですね、結構ね、脇甘々、もうズブズブで不倫がっつりやってます。はい。で、女性の腰に慣れた様子で手を回していたのは、静岡新聞と静岡放送の両者を束ねる、地元メディアのトップ、大石武史社長51歳。そして、社長の傍らにピタリと付き添っているのは、同局の原田綾子アナウンサー40歳だ。はい。オーナー社長の大石は、静岡市内に豪邸を構え、妻と子と暮らしている。原田アナもイケメン夫と今年6歳になる娘と、マンションで幸せなって、これは一体っていうですね、もうわざとらしいぞ、わざとらしいぞ、フライデー。でもね、この煽り方、僕好き。はい。で、社長と原田アナは昨年からダブル不倫関係にあるんですよ。局内では有名な話です。はい。二人が仲睦まじい様子で歩いているところが何度も目撃されており、密会用のマンションで会っていると噂されていますと、静岡放送社が、はい、なんとこれ、内部リークでございました。内部リークで情報をばらされて、会社が謝るというですね、最悪ですね。しかし内容は不倫だからね、恥ずかしいよね。うん。で、本誌は二人が堂々とデートする姿を目撃している。例えば2月下旬のとある日、局の目の前にあるゴルフショップで合流した二人は、原田アナの運転で完全予約制の個室、米ぬか酵素風呂へ。いやー、地方だね。うん。で、社内では、大石社長が原田アナの頭をポンポンと撫でたり、いや、来ましたね、来ましたね。いい男ですね、原田社長。うん。50歳のおっちゃんが40歳のおばちゃんの頭をポンポンというですね、一般人から見たらね、ちょっと勘弁してくださいというような光景が繰り広げられていたみたいですね。はい。で、あと、頬を触ったり、気持ち悪い。で、見ているこちらが恥ずかしくなるほどのイチャイチャぶりだったと。その後も大胆に手を重ね合わせながら、繁華街を歩くなど、人目を気にする様子はまるでなし。そして夜9時頃に、九段の密会用マンションへと帰り、日付が変わっても出てくることはなかった。何をしたいたんでしょうか。はい。で、静岡新聞と静岡放送は、大石一族が経営するオーナー会社で、今の社長は初代社長の孫ですと。大石は電通で6年間働いた後、はい、もう電通というかもう広告出身者にはね、6年しかいないよね。うん。で、12年に社長に就任。やり手経営者として知られていますが、社長のパワハラのため、ここ数年どんどん社員が会社を辞めています。社員にてめえ飛ばしてやると言い放ったのは有名な話ですと。はい、これも内部のリーク、でございます。はい。で、一方の原田アナは、都内の女子大を、そうでしょ？これ都内の方なんですよ。都内の女子大を卒業後、2003年に静岡放送に入社をしている。朝の情報番組やゴールデンタイムのバラエティ番組、ラジオに出演しています。パワフルなママキャラとしてですね、人気で、趣味は子供と遊ぶことと公言しています。はい、嘘つき。はい、まあ、で、その言葉通り、原田アナは密会の翌日、はい、はい、祝日を利用して、娘と伊豆を旅行する様子を SNS に投稿。大井社長も中学生と思わしき息子と妻が待つ市内の邸宅に帰っていった。いやー、恐ろしいですね、ダブル不倫。はい、ところが週末になると、大井社長と原田アナは再び同じ時間を過ごしていた。一泊二日で関東までゴルフ旅行に出かけたんです。夜8時半、なぜか手にワイングラスを持って密会用マンションまで帰ってきた二人を直撃しました。いやー、フライデーいいですね。はい、これがフライデーの直撃風景ですね。はい、どうも、フライデーですってこう来たわけですよ。いやー、いいな。やってみてよ、俺も。はい。タクシーを降りた二人に声をかけると、社長は、あやこ、乗っちゃってと。お前な、社長。フライデーさん、これ本当かな？でも、多分ビデオ撮ってるだろうから、本当なんだろうな。社長は、あやこ乗っちゃってと思わず、原田アナを下の名前で呼びつつ、タクシーに乗せ、一人で汽車に向き直ったと。はい。お二人のご関係は？はい。俺、お前、田舎の人間だぞと。田舎の人間追いかけて何が楽しいんだよ。いや、関係ないと思うんだけどね、それで。うん。ま、このマンションは社長の別宅ですよね。先日、原田アナと一緒にここに入られていましたが、僕の仮の仕事場ですよ。仕事の相談をしていただけですよ。お、本当か？うん。社長と社員以上の関係と疑われるような行動ではないですかと。はい。ここからのね、回答がね、やべえんだよ。やばいの。今日、さ、女性と二人で歩いてて、で、腰に手を回すとか、手を繋ぐくらいあるでしょ。うん、で、セクハラってさ、嫌な人にされるからセクハラになるんであって、僕が他の女性社員の腰に手を回しても、嫌じゃないよと、まあ、喜んでくれる人もいるわけですよ。まあ、そんなもんでしょ？で、セクハラってさ、個人的な感情の問題じゃない？受け手の問題じゃないと、うん。僕は何書かれてもいいけどさ、とりあえずさ、特定の女って書かれるのはモテないみたいだから、好きじゃねえっていう、すごいでしょ？これがですね、マスコミにどっぷり使って人生を過ごしてきた方のですね、やばい感覚なんですよ。やばすぎるでしょ？で原田アナといるところを何度も確認しているんですけど、ごめんね。他の女もいるんだけど、残念だな。他にも見てくれる？もう、わけわからない。お前ずっとさっきから何言ってるんだっていう話でしょ。これがマスコミなんです。これがマスコミなの。やばいでしょ？僕ずっとやばいよやばいよって言ってるけど、やばいでしょ？もう実態がほら出てきちゃってるじゃん。はい。で、力強く不倫を指定した社長と、はい。話足りなかったのか、記者を誘って駅近くへの居酒屋へ、なんとですね、この突撃をされた後、社長がですね、多分ね、女性を返した後、ちょっと、ね、フライデーさん、ちょっと飲みに行くかっつって飲みに行ったんですよ。お、やばいでしょこれね。で、ハイボールを煽りながら、さらに2時間、自身のパワハラ疑惑への見解と、毎週違う女と遊んでるんだからというですね、謎のモテションを繰り返し、わかるもうこの状況でさ、俺あいつだけじゃないんだよね。他にもいろいろ遊んでるんだよねって言い放ったんですよ。わけわからんでしょ、この感覚。わからんでしょ？これがマスコミでございます。はい。という謎のモデチマンをひっくり広げた。はい。その流れでパワハラ疑惑についても否定をしていると。これがですね、本日、発売のフライデーにね、書かれておりますので、皆さんフライデー買いましょうね。今週のフライデーは多分面白いぞ。というわけでですね、これね、地方のですね、マスコミの実態をですね、非常にいい形でですね、暴いているなと思いました。このね、地方のマスコミのですね、偉い奴らのですね、この不倫の実態をですね、毎週ですね、今日は北海道、はい、次は青森、今回はちょっと飛ばしてですね、そうですね、山口県に行ってみようかな、みたいな形でですね、各地方局の、ね、偉い方々の不倫の実態、まあ、アナウンサーとかね、社長とかですね、地元のですね、こう、なんか力有力者とですね、アナウンサーがですね、実はできているなんて話はですね、いっぱいあるのに、こんな奴らが、ね、日本政府しっかりしろーとか言ってるんですね。もう、そりゃ視聴率取れないよね。そりゃそうだよね。ということでね、このね、地方の局のですね、しょうもない不倫ネタにね、焦点を当てるとですね、意外とですね、日本人でね、こう暇な方もいらっしゃる。お母さんもね、暇な時あるしね、暇な時にはね、ついついこういうの読んでしまうんでね、どうでしょうか、フライデーさん、文春さん。ちょっとね、地方のマスコミに光を当ててほしいなと思ったんで、今回動画を作成しました。こんな感じでですね、もう、アホみたい。もう、このネタは何だと思うネタでもですね、フライデーさんの手にかかるとですね、笑えるネタに消化してくれますんで、こういう面白い記事があったら、またどんどん取り上げていきたいなと思いますので、もしよろしければチャンネル登録お願いします。というわけで、クマさんの動画を終わりたいと思います。いやー、マスコミ、お前油断すんなよ。俺、一人でこれ突撃する可能性あるぞ。俺、ね、GoPro とか持って俺一人で突撃していくぞ。油断するなよ。ちゃんと隠れてやれよ。というわけで、クマさんの動画を終わりたいと思います。バイバイ。